こんにちは。こんにちは。続いて、電動について少し考えて話したいと思いますが、多くのクリスチャンはやはり電動という言葉を聞くとビビる。あ、どうしよう。私じゃない。私は電動車じゃない。私はそういう賜物がないと思う人はいっぱいいるじゃないですか。ございますね。マスさんどう思いますか、その。そうですね、僕本当アメリカも日本だけじゃないんですね。まあ、視聴されてる方ほとんど日本人の方だと思うんですけど、アメリカではやっぱ同じ、やっぱ自分と他人の間に壁を置いてしまうんですよ。でも本当に本当に僕たちが理解する必要があるのって、僕たちはそのポジションを目指してるわけではないというか、その自分は牧師になるから、じゃあ誰か他の人が伝道師になる、自分は使徒になるから、じゃあ誰か他の人が例えば預言者になる、そういうわけではないんですね。僕たちのゴールって、そのエペソ書4章、まあ、11から15節に書いてある御言葉なんですけど、僕たちのゴールって本当にイエス様のようになることなんですね。そうで、これが本当にイエス様が十字架で支払った代価だから、それをした時に本当に僕たち、まあ、いろんな言い訳できるんですよ。もう本当伝道をしないためのいろんな言い訳ができると思うんですけど、 でもその結局神様の御心を求めるならば、結局それは本当にあなたにとっても本当に伝道してほしい、そう、本当に出て行って主の御国を伝えること、これって本当に一人一人のクリスチャンに課せられていることだと思うんですね。そうですね、まあ、確かに私たちみんな様々、賜物がありますが、例えば、まあ、預言を言いますとね、分かりやすいと思いますが、確かにね、すごい預言の賜物ある人はいるけど、しかし私たちクリスチャンみんな預言しますよね。みんな神様から言葉をいただいて、それを伝える、その特権が与えられています。同じように、伝道することも、つまり神様から与えられたこの福音のメッセージを、人に、周りの人に伝えるという、使命が与えられています。ですね。私たちはその場所、その場面が違うかもしれないですね。ある人は、ですね、トートホワイトの話いつも思い出すけど、例えば電車の中で歌い出して、全然知らない人にそれはすごい大胆ですね。私たちみんなできるわけじゃないけど、やっぱりみんな少しですね、とりあえず今日今週皆さん少しチャレンジがあると思いますね。でみんなさまざま、みんな違うチャレンジかもしれない。ある人は知らない人に声かけること、ある人は自分のですね、身近な人に声かけること。でもやっぱりちょっと伝道に対するリスクということをちょっと考えましょう。マサさん、どう思いますか、リスクを取ること、恥を捨てて踏み出すということ、伝道に対してどう思いますか。そうですね、結局これって僕が思うのは、本当にこれって本当に主への献身の一部、その聖書の御言葉の中で、本当にこの旧約の中のこのたくさんのこの聖人たちですか、その神様の人たちに、例えばモーセを思い出すんですけど、例えばモーセ、神様がそのモーセが実際にそのエジプトの人たちに追われてた時に、神様がモーセに言ったことって、海の方に行きなさいって言ったんですね、その航海の方に。そう、でも航海の方に行ってしまったらこれリスクなんですよ。そう、でも彼は自分の知恵ではなくて神様の知恵に委ねた。だからそれで、その実際に本当に海の方に行って、本当にただ従順、もうこの従順によってこの道が開かれて主が奇跡を起こした。そう、結局これ伝道も同じだと思うんですね。その結局は従順、例えば電車に乗ってて神様があなたにそこの目の前にいるその骨が折れてる人に話しかけなさいって、例えばそう言われた時に、まあちょっとやっぱリスキーだと思うんですね。もうこれそう話しかけて拒絶されるかもしれないし、そう、例えばじゃこれ後でこれ祈って治らなかったら例えば恥ずかしいとか。でも結局主が私たち求めることって、その最終的な結果、まあもちろんもうそれ結果が結果でその実りが実ればそれが一番なんですけど、何よりも従順。そう、もし私たちが自分ができること、そうですね、自分の能力の範囲の中で、やることだったらリスクじゃない、そうですね、意味わかりますかね。意味わかります、リスク、やっぱり踏み出して、まあ、ペトロのようにですね、ペトロはそのボートの中にいてイエス様、
イエスが通られた時に、あのイエス様を呼んでくださいと言って、でイエス様ははいどうぞ来て、でその踏み出す一歩が本当にリスクですね。リスクという言葉はちょっと聞きづらいけどね、あのしかしまあそのことも聞いてくださるんですね。 Faith 信仰のスペルは RISK、 つまりリスクを犯すことですね、そしてのまあいつも私も、もうあるね日本人の友達にいつもジェフはすごい大胆と思われるけど、いや私もビビるんですよ。私もいつもあ怖いどうしようと思うこともあるし、でやっぱり一番敵は人の恐れですね。つまり私が踏み出してこんなことを言ったら、今さっきマサが言ったように、もし相手が拒絶したら、あのまた祈って癒されなかったらどうなる。結局永遠にはどうもならないですよ。しかしその相手の思いの中で、この人ちょっとおかしいというまあ恐れがあるんですよね、正直。そうですね。どうですかね、日本は特に小さい時から、まあ西洋人もそうだけど、どんな人間でもそうですが、特に日本でその恐れがすごいあるんですよね。だから結局なんて言いますかね、相手がどう思うかと心配すること、私も麻痺してしまうですね。でも本当にね、私たちの上にも皆さんの上にもその恐れがイエス様の愛によって溶けて、私たちは今週本当に踏み出して、そのリスク、神様の声に応答する、そのリスク取れるように祈りましょう。どうぞ一言そのこと祈りましょう。愛する天の神様、感謝します。この本当にこの映像を見て一人一人を本当に励ましてください。主よ、聖霊様、どうぞ今一人一人に、語りかけてください。その本当に一人一人にとってこのリスクっていうこの分野が本当に違うと思うんですけど、本当に主よ、どうぞ一人一人に対してのこのあなたのこの一歩踏み出す、この一歩が何なのかを示してください。主よ、うん、そして本当にその勇気を与えてください。主よ、感謝します。イエス様の名によって祈ります。アーメン。